シュナーベルバイトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州バイロイト軍に、属する市場町で、黒い線行政共同体を構成する、自治体の一つである。この町は、公式には八つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。キュンソベルクの領主が1410年からこの地の城と、村を治めた。その後、1668年に、 ブランデンブルクバイロイト編共白がこの後を継いだ。1792年からのプロイセンのバイロイト公領は1807年のティルジットの和訳によってフランス領となり1810年にバイエルン王国領となった。シュナーベルバイトは重要な産地による自治権を獲得した。この地域の人口は1970年993人。 1987年893人、2000年1004人、2008年1014人であった。市長は、選出されたビルヘルム・フリードリヒが74歳で、急成したため、2006年9月26日以降、第二市長のハンス・バルター・ホーフマンが執務している。シュナーベルバイトは、連邦道、B に及び、B85 沿いに位置しており、アウトバーン A 級にも、遠くない。 バイロイトニュルンベルク線のローカル駅には定期的に列車が運行している。ありがとうございます。